アベンジャーズは2012年のアメリカ合衆国のスーパーヒーロー映画、マーベルスタジオ制作、ウォルトディズニー・スタジオ・モーション・ピクチャーズ配給、マーベルコミック原作のスーパーヒーロー映画のクロスオーバー作品である。様々なマーベルコミックの実写映画を同一の世界観として扱うマーベルシネマティック・ユニバースに属する作品にあたる。その作品群の中では、 第6作品目の映画であり、そのフェーズ1のクライマックスを飾る作品でもある。マーベルコミックのアベンジャーズの実写映画化作品。からなるアメリカンコミックヒーロー映画のクロスオーバー作品であり、それらすべての作品を同一の世界観として扱うマーベルシネマティックユニバースに属する作品にあたる。その作品群の中では第6作品目であり、その フェーズ1のクライマックスを飾る作品でもある。上記作品のヒーローキャラクターら以外にも、ブラックウィドウや、ホークアイなども共闘する。出演は、ロバート・ダウニー・ジュニア、マーク・ラファロ、クリス・ヘムズワース、クリス・エヴァンスなど。2005年4月にマーベル・スタジオが、ベリル・リンチから融資を受けて企画が始まり、2008年5月に、アイアンマンが成功した後、 アベンジャーズ公開が2011年7月になると発表され、その後2012年公開に延期された。2010年4月にジョス・ウェドンが監督とザック・ペンが執筆した脚本の書き直しのために招集された。撮影は2011年4月よりニューメキシコ州アルバカーキで開始され、8月にはオハイオ州クリーブランド、9月にはニューヨークで行われた。 またポーストプロダクション時には 3D 変換された。ワールドプレミアは2012年4月11日にカリフォルニア州ハリウッドのエルカピタンシアターで行われた。評論家には高評価を受け、また工業面では歴代最高の北米オープニング、史上最速での世界工業収入10億ドル、突破など多くの新記録を樹立した。続編、アベンジャーズ、エイジオブ、 ウルトロンも企画され、2015年5月1日に公開された。さらに、続編、アベンジャーズ・インフィニティ・ウォーが2018年、アベンジャーズ・エンドゲームが2019年に公開された。神々の国アスガルドから宇宙空間に飛ばされたロキは、そこで遭遇した宇宙人種族チ下売りのリーダージアザーと地球に進行することで手を組む。地球では、 国際平和維持組織 SHIELD 長官のニック・フューリーが部下のマリア・ヒルと共に緊急事態に陥っている研究施設を訪れていた。そこではエリック・セルビグ博士が研究を進めていた無人のエネルギーを秘めた謎の物体四次元キューブが暴走を始めていた。そこに突如ワームホールが開きロキが降臨する。ロキは手にしたセプターでセルビグや クリント・バートンの心を操り、味方にしてしまった。彼らはキューブを奪い、施設から脱出する。世界滅亡の危機を前に、フューリーはヒーローたちの最強チーム、アベンジャーズを結成することを決意した。女スパイのナターシャ・ロマノフは、インドコルカタに派遣され、そこで医師として、働き身を潜めていた、ブルース・バナー博士に協力を要請する。SHILD のエージェント、 フィル・コールソンはニューヨークのスタークタワーを訪れ、トニー・スタークにセルビグの研究資料を手渡す。フューリーは70年の眠りから覚めたスティーブ・ロジャースに対して世界を救えと説得した。ほどなくしてドイツ・シュトットガルトに現れたロッキは駆けつけたスティーブ、トニー、ナターンシャと対峙するがあっけなく降参する。その隙にバートンは キューブの安定化に必要なイリジウムを盗んでいた。ロキの義兄、そうはロキに、地球侵略を諦めてアスガルドに戻る、よう説得するが必ず、仕方なく、トニーとスティーブに従って、SHIELD の空飛ぶ空母ヘリキャリアの中に、ある独房にロキを閉じ込めた。科学者のバナー博士とトニーは、キューブの位置を特定しようとする。SHIELD が、キューブの秘められた力を、 地球外生命体からの攻撃への抑止力として利用しようとしていることを知ったアベンジャーズは激論となり仲間割れを起こす。その間、ロキに操られたバートンと傭兵たちはヘリキャリアを吸収しエンジンを爆破し航行不能に陥らせようとしていた。トニーとスティーブは協力して停止したエンジンを再起動させようとする。バナー博士は爆発の衝撃で我を忘れて、 凶暴なハルクに変身し、ナターシャを襲うが、ソウが、ま、一発それを食い止める。バートンは、ナターシャとの激しい格闘戦の末に倒されて、ロキのマインドコントロールから解放された。独房から抜け出したロキは駆けつけたソウを代わりに、そこに閉じ込めると、駆けつけたコールソーンを差し殺し、さらにソウを、独房ごと空飛ぶ空母から地上に投げ出した。そのまま、ロキは、守備よく、 ヘリキャリアからの脱出に成功する。ハルクは自分を狙った SHIELD の戦闘機を攻撃しようとして地上へと落下してしまった。SHIELD はコールソンを失ったがその死をきっかけにアベンジャーズは結束することとなる。トニーとスティーブはロキの目的がアベンジャーズの打倒にとどまらず自身の力を見せつけて地上に君臨することであると気づく。ロキは キューブとセルビグが作った装置を使って、スタークタワーの真上にワームホールを開くと、下売りの艦隊を呼び寄せ、ついに攻撃を開始した。反撃するアベンジャーズであるが、下売りの波状攻撃に手こずる。スティーブ、トニーとソーは、バートンの助けも借りて、ニューヨーク市民を安全な地下に避難させる。再びバナー博士はハルクに変身し、ロキを追い詰め、滅多打ちにした。 スタークタワーの屋上に到達したナターシャは、ロキのセプターを使えば、ワームホールを閉じられることを目が覚めたセルビグから教えられる。一方、フューリーの上官たちは、侵略を食い止めるために、マンハッタンに核ミサイルを撃ち込むことを決定していた。トニーは発射された核ミサイルに飛び乗り、無理やり進行方向を曲げて、ワームホールを通してし、下売りの艦隊へと向かわせる。ミサイルが、 下売りの母艦に命中すると、地上にいる下売りの兵士たちが動かなくなった。アーマーのパワーギレでトニーは、ニューヨークの街に落下するが、地表に激突する寸前で、ハルクが受け止める。ワームホールは、ナターン社の手で完全に閉じられた。平和な日常に戻り、そうは、ロキと、キューブと共に、アスガルドに帰った。アベンジャーズは、再び必要とされる時に必ず戻ってくる、と、 フューリーが昼に語った。主要クレジットが流れた後、ジアザーが主であるタイタン人のサノスに、迂闊に地球に手を出せば、死を招く結果になる危険性を訴えるが、サノスはアベンジャーズに興味を持つように不敵な笑みを浮かべていた。全クレジットが流れた後、アベンジャーズがシャワルマ専門店で黙々とシャワルマを食べるシーンがある。 2010年のコミコンインターナショナルでのアベンジャーズキャストー勢、ジョス・ウェドン、ケビン・ファイギ。これ以外には、マイティ・ソーのヒロインであるジェイン・フォスター役のナタリー・ポートマンは写真のみの登場であった。また、ハルクが落下して激突する廃墟の警備員として、ハリー・ディーン・スタントンがそれぞれカメを出演した。マーベル映画にカメを出演することで有名な共同原作者スタン、リーは、 映画終盤のニュースのインタビュー映像にセリフ付きで登場した。商品がアイアンマンアーマーマーク7の装着に必要なアイテムに採用されたアーククエスト社長の小松克美も妻子と共に出演した。ヘイリー・アトウェル演じる年老いたペギー・カーターがキャプテン・アメリカに再会するシーンは上映時間の都合でカットされた。ヒーローたちの装備その他の武器。 アイテムその他のビークルこの他にも、ペッパーが乗り込むスターク社のビジネスジェットとして、ピアッジョ P180 アバンティに告示した民間航空機がクライマックスに登場する。アメリカ合衆国ロシアナターシャの出身国。物語の冒頭、ナターシャはこの国の先頭沿いの廃墟で、ルチコフラから拷問されかけるが、コールソンからクリントの危機を知らされると拘束された状態でも、 ルチコフラを簡単に叩きのめして、ここを後にする。インドドイツ2005年4月、マーベルスタジオ CEO のアビアラドは、メルル・リンチの支援のもと、パラマウント映画配給で、アベンジャーズの映画の自社制作を計画していることを、初めて明らかにした。2006年9月、マーベルが、ウォール街のアナリストに、クロスオーバー計画の簡易プレゼンテーションをしたことが、確認された。 スタジオの計画とは映画アベンジャーズでキャラクターを合流させる前に観客に慣れ親しんでもらうために各キャラクターの単独主演映画をそれぞれ公開することであった。2007年7月、マーベルスタジオはインクレディブル・ハルクの脚本を書いたザック・ペンを雇い、タイトルをザ・アベンジャーズとすることを発表した。ペンは参加を認めたものの 仕事がすぐに始まると信じていなかったと述べた。2008年1月、マーベルは、キャプテン・アメリカ、アントマン、アベンジャーズなどの映画化企画を進めるため、ストライキをしていた全米脚本家組合と合意した。5月、アイアンマンの興行の成功後、マーベルは、アベンジャーズの公開日は2011年7月を予定していることを発表した。9月、パラマウントは、 マーベル制作映画5本を世界配給する契約を交わした。この契約は2005年に交わした最大10本のマーベル映画を配給するというものを延長した。10月、アイアンマン2でアイアンマンを演じたロバート・ダウニー・ジュニア、ウォーマシーンを演じたドン・チードルが同役でアベンジャーズに出演し、 また、同映画の監督のジョン・ファブローも制作葬式として参加することが発表された。また10月、マーベル・スタジオは、アイアンマンに、マイティ、ソウ、キャプテン・アメリカ、ザ・ファースト・アベンジャー、アベンジャーズを制作する長期契約を、カリフォルニア州マンハッタンビーチのローリー・スタジオズと交わした。また、2008年のインクレディブル・ハルクで、ハルクの声を担当したルー・フェグノの再登板も、 決まった。2009年2月、サミュエル・エル・ジャクソンがアベンジャーズを含む複数の映画にニック・フューリー役で出演する契約をマーベルと交わしたことが報じられた。3月、エミリー・ブラントに代わってスカーレット・ヨハンソンがアイアンマン2に出演し、アベンジャーズの契約も交わしたことが報じられた。また後日、マーベルはアベンジャーズの 公開日を予定していた2011年7月から1年後の2012年5月4日に確定したと発表した。6月、マーベルの社長のケビン・ファイギは、創役のクリス・ヘムズワースと、ロキ役のトム・ヒドルストンのアベンジャーズ出演を認めた。2010年8月、ケビン・ファイギは、より多くのキャラクターがアベンジャーズに登場し、ハルクが重要となると述べた。 9月、エドワード・ノートンは、ハルク役で、アベンジャーズに出演する意思があると述べた。翌月、制作指揮のジョン・ファブローが、最新のハイテクを駆使したヒーローである、アイアンマンに深く関わりすぎてしまい、魔法や神話など超自然的な側面を持つマイティソーが、登場する、アベンジャーズに関わることは困難と話し、監督を兼任しないことが明らかとなった。2010年1月、 ケビン・ファイギはハイテクサイエンスフィクションであるアイアンマンとアベンジャーズにファンタジーのマイティソーを融合させるのは難しいのではないかと尋ねられノーと答えている3月ザック・ペンがスクリプトの第一走行を終えマーベルの編集長の上下さだとコミックのアベンジャーズのライターであるブライアン・マイケル・ベンディスがコピーを得たと報じられたまた同月クリス・エヴァンスが キャプテンアメリカ役でアベンジャーズにも出演することが決まった。2010年4月1日、エイプリルフールではあるが、ジョス・ウェドンがアベンジャーズの監督の有力候補となっていると報じられた。その後日、バラエティ氏はウェドンが監督し、ペンの脚本の手直しするための交渉が完了間近であると報じた。ウェドンは本作のストーリーを考える際、 登場人物のエモーショナルな側面にスポットを当てることでその世界観がわからずとも楽しめる作品を目指した。この点については1987年の映画ウォール街を参考にしており、ウェドンはウォール街は金融の専門用語が飛び交う内容だが、私はこの作品を楽しむことができたと語っている。2010年のコミコンインターナショナルでのジョースウェドン監督。 2010年のウィザードワールド大会でアベンジャーズの作者のスタンリーとマーベルスタジオ CEO のアビアラドはジョスウェイドンの関与を認めた。アラドは私の個人的な見解ではジョスは素晴らしい仕事をするだろうとこの決定を称賛した。2010年6月ジェレミー・レナーにホークアイを演じさせるために最終交渉中であると報じられた。2010年7月ヒトフィックスは 本作でブルース・バナーを演じるのはエドワード・ノートンではなく新たなキャストになると報じた。後日ケビン・ハイギが語ったところによると、ノートンの交番は金銭的な問題ではないとのことで、他のキャストと協調性や想像力を発揮できる新たな俳優を探すという。ノートンのエージェントのブライアン・ソード・ストームはフェイグの声明を恋に紛らわしいとし、 ネガティブな光で我々のクライアントを塗る不適当な試みと述べた。ジョス・ウェドンは2010年のコミコンインターナショナルでアベンジャーズの監督に就任したことを表明しアウトラインを執筆していると発言した。ウェドンはさらにジェレミー・レナーがホークアイ役に決まったことを認めた。また大会中、マーク・ラファローがブルース・バナーを演じることが報じられた。 大会のマーベルスタジオのパネルでは、クラーク・グレッグが SHIELD エージェントのフィルコールソン役で再出演することが判明した。2010年8月、パラマウントとマーベルが翌年2月撮影開始を計画していると報じられた。また、3D で撮られることが報じられたが、後にマーク・ラファーロがそうはならなかったと述べた。2010年10月、マーベルは ニューヨークベスページのグラマンスタジオ及びブルックリンシュタイナースタジオで撮影するだろうと報じられた。セットの建設は11月開始が予定され、グラマンスタジオの社長のパルビズ・ファラーザドは制作で何ヶ月の施設仕様が予想されると述べた。さらに同月、ウォルト・ディズニー・カンパニーはアイアンマンさんとアベンジャーズの世界配給券をパラマウント映画から1億1500万ドルで買い取った。 2010年12月、ニューメキシコ州知事のビル・リチャードソンとマーベルの社長は、主要撮影は2011年4月から9月までに、アルバカーキで行われる予定であると表明した。他に、ニューヨークやミシガン州で一部が撮影される予定である。2011年1月、以前の報道に反して、ドン・チードルは、アベンジャーズに出演しないことが、本人のインタビューで判明した。 2011年2月、マーベルは、サミュエル・エル・ジャクソン演じるニック・フューリーのサイドキックとなる SHILD の重要人物役のスクリーンテストを行い始めたと説明した。4日後、コビー・スマルダーズがその役での契約を終えたと報じられた。2011年3月、ステラン・スカル・スガルドが、マイティソーと同じくセルビグ役で出演することが判明した。また、 オハイオ州知事のジョン・ケーシックは、クリーブランドで、アベンジャーズが撮影されると発表した。オハイオ州クリーブランド東9番通りに設置されたセットの一部。ニューヨークのパークアベニューに設置されたセットの一部。主要撮影は2011年4月25日に、ニューメキシコ州アルバカーキで開始され、他に、オハイオ州、クリーブランドやニューヨークでの実施が計画された。翌日、 ポール・ベタニーがトニー・スタークのコンピューターアシスタントであるジャービス役を続投することが確認された。2011年5月、グイヌス・スパルトローはペッパー・ポッツ役で非常に簡単に登場する可能性があると語った。また同月、スタンリーはガツで撮影でもしない限り自分はカメを出演するだろうとツイッター上で述べた。6月、 スタントマンを務めていたジェレミー・フィッツ・ジェラルドが頭部を負傷する事故が発生した。2011年7月、ペンシルベニア州ピッツバーグ郊外で第2班が約1時間に及ぶ撮影を行ったと報じられた。2011年8月、制作はオハイオ州クリーブランドに4週間移った。撮影が行われた東9番通りは、 映画のクライマックスの舞台であるニューヨークの42番通りのダブルとして使われた。オハイオ州、コロンバスを拠点とする第391憲兵大隊の陸軍予備軍はクリーブランドの戦闘シーンの背景アクションを提供した。マイケル・ティーランディス軍曹は実際の兵士の使うことでシーンをよりリアルにしたと述べた。撮影は他にオハイオ州、 サンダースキーのナサプラム、ブルックステーションにある巨大真空チャンバーでも行われた。ステーションの宇宙発電施設は SHILD の研究施設を描くために使用された。クリーブランドで始まった戦闘シークエンスの一部として、オハイオ州パルマのシレーパワートレインプラントで爆発が取られた。他にパブリック、スクエアとデトロイトスペリオル橋でも撮影された。 パブリックスクエアの南西主犯部はドイツのシュトゥットガルトとして取られた。2011年9月2日間にわたる撮影のためにニューヨーク市に移った。撮影はパークアベニューとセントラルパークで行われた。2011年12月ディズニーは映画を 3D に変換すると発表した。2012年1月アベンジャーズは IMAX3D にデジタルリマスタリングされ、 アイマックス劇場と従来の劇場で同日に封切られることが報じられた。マーベル作品のアイマックス公開は、アイアンマンに、マイティソーに続いて3作目である。ワールドプレミアの翌日の2012年4月、アベンジャーズ一同がシャワルマを食べる場面が追加撮影された。以前にアンリーマンのハルクも担当していたインダストリアルライトマジックは、 アベンジャーズのハルクのアニメーションを手掛けた。同社の視覚効果スーパーバイザーのジェフ・ホワイトは、我々は過去10年間で開発したすべてのものを利用して、かなり壮大なハルクを仕上げたかった。大きな設計上の決定の一つは、彼の表情にマーク・ラファロを組み込むことであった。したがって、ハルクの多くは、ラファロとモーションキャプチャーだけにとどまらない彼のすべての演技、目、歯。 下に基づいていてると語ったアイアンマンでも視覚効果を担当したイルムの山口刑事は本作にも参加しており、主にロバート・ダウニー・ジュニアがパワードスーツを着脱するシーンを担当した。ウェタ・デジタルは山頂での層との戦いのシーンなどのためにアイアンマンの CG モデルをイルムから引き継いだ。ウェタの視覚効果スーパーバイザーのガイ・ウィリアムズは我々はイルムとの間で 情報資産をやり取りしているが、我々の作業の流れは独特であり、それに他の情報資産を組み込むことは難しい。しかし、今回我々は彼らのモデルを使うことになり、テクスチャマップの方法が異なるため、テクスチャ空間をやり直さなければならなかったと語った。クロージングクレジットは、ロサンゼルスのメソッドデザインが作成した。2011年11月、マーベルは、 キャプテンアメリカ、ザ・ファースト・アベンジャーでも映画音楽を手掛けたアラン・シルベストリをアベンジャーズでも起用すると発表した。シルベストリはロンドンのアビーロードスタジオでロンドン交響楽団と共に作業を進めた。2012年3月、アメリカのオルタナティブロックバンドのサウンドガーデンがリブ・トゥライズ」という曲を本作のサウンドトラックに提供することが発表された。 この曲はサウンドガーデンの再結成後初公開の曲であり、15年振りの新曲である。さらに、インドのロックバンドのアグニーが、インドでの公開時に使われるテーマ曲ハローホーランのミュージックビデオを公開した。スコア版とサウンドトラック版は2012年5月1日に同時発売された。アイアンマン登場シーンでは、アイアンマンにでも使用された AC、DC の スリルに一撃が使われている。横加編では、9インチネイルズの We Are in This Together が使用された。2011年のニューヨークコミコンで映画の宣伝をするクリス・エヴァンス、トム・ヒドルストン、コビー・スマルダーズとクラーク・グレック2010年のコミコン、インターナショナルでキャスト紹介の後にサミュエル・エル・ジャクソンのナレーションによるティーザー予告が上映された。2011年6月、 マーベルスタジオは映画制作中であり、ファンの期待を裏切れないとして、2011年のコミコン、インターナショナルには参加しないと表明した。同年翌月、キャプテンアメリカ、ザ・ファースト・アベンジャーの本編終了後のクレジットの後に、挿入されるはずであったシーンが、ティーザー広告として一時的にインターネットに流出した。エンターテイメントウィークリーによると、試写会を 携帯電話で撮影したかのような低画質のものであったという。2011年8月、ウォルトディズニーピクチャーズ、ピクサーアニメーションスタジオとマーベルスタジオは、カリフォルニア州アナハイムで開催される D23 エキスポでアベンジャーズを含めた新作映画が体験できる展示を行った。この展示には映画の一部上映や出演者の登場などが含まれていた。8月後半、 ディズニーはマーケティングからマーベルの広告担当者を外し、マーケティングは自分たちで行うようになった。2011年10月、マーベルスタジオはニューヨークコミコンで展示を行い、未公開シーンの上映やプロデューサー、ケビン・ファイニーや出演者によるパネルディスカッションを行った。同月、最初の予告編が公開され、コミックブックリソーシーズは2分間では、 映画の雰囲気は全て伝わらないが、ファンにとってはたまらないシーンも多数あると評した。一方、ハリウッドリポーターは、かっこいいが、どのシーンもすでに見たことのあるようなのばかりだと評した。iTunes 映画予告編で限定公開された予告編は、公開から24時間以内に1000万回以上ダウンロードされるという新記録を樹立した。後に、この記録は、 ダウンロード1250万回以上を記録したダークナイトライジングによって抜かれた。2012年2月 iTunes で新たな長編予告編が公開されると24時間以内にダウンロード回数は1370万回以上に達し記録を抜き返した。劇場版予告編はミッションインポッシブルゴーストプロトコル21ジャンプストリート ハンガーゲームなどの多数の映画で上映された。2012年1月、マーベルスタジオは、ツイッターを使ったチャットを世界規模で行った。この30分間のライブイベントでは、監督兼脚本のジョース・ウェドン、出演のサミュエル・エール・ジャクソン、トム・ヒドルストン、クラーク・グレッグや2月のスーパーボールで、放映予定の30秒コマーシャルのうち10秒分などが登場した。ロサンゼルスタイムズによると、 ディズニーは、この30秒枠に推定400万ドルを支払ったという。5月1日、劇場公開を記念して、マーベルスタジオ関係者とトム・ヒドルストンとクラーク・グレッグは、ニューヨーク証券取引所で取引開始を告げる鐘を鳴らした。2011年12月、アッキュラがトニー・スタークが乗るオープンカーとして、かつて発売していた、本ダの SX の後継とされる。 コンセプトカーを登場させる予定が報じられた。トニー・スタークがアイアンマンに変身する際の劇中の変身アイテムとして大阪の健康器具販売会社のブレスレット型時期、健康器具が採用された。ワールドプレミアが行われたカリフォルニア州ハリウッドのエル・キャプテン・シアターに集まったファンたち。2012年2月、ディズニーは おしゃれ探偵を原作とした1998年の映画アベンジャーズとの混同を避けるためにイギリスでのタイトル変更を発表した。エンパイア氏はマーベル・アベンジャーズ・アッセンブルであると報じ、ハリウッドリポーターは単にアベンジャーズ・アッセンブルと呼んだ。マーベルのイギリスのウェブサイトではマーベル・ズ・アベンジャーズ・アッセンブルとなっており、ガーディアンのデビッド・コックスは 史上最悪のタイトルの一つであると評した。前衛映像等級審査機構とアイリッシュフィルム、クラセファケーションオフィスによるとタイトルは、マーベル・アベンジャーズ・アッセンブルである。ワールドプレミアは2012年4月11日に、カリフォルニア州ハリウッドのエル・キャプテン・シアターで行われた。2012年4月28日、第11回トライベッカ映画祭の閉幕作品として上映された。 日本では公開が待てないファンの声を受けて一般公開は3日間前倒しされて8月14日となり東京六本木ヒルズで開催されたジャパンプレミアと風切り日が重なった日本での公開が世界で最後になったのは配給会社ウォルトディズニー・ジャパンの宣伝戦略であるという公開に先立ち日本でのキャッチコピーである日本よこれが映画だ とともに7人のヒーローが描かれた絵看板が現代の名工の一人、木平正信により制作され、名古屋市の映画館に掲げられた。ブルーレイ、ブルーレイ 3D、DVD とデジタルコピーは、ウォルトディズニースタジオから最も早い地域で2012年8月29日、米国では2012年9月25日、日本では2012年12月19日に発売された。 プロデューサーのケビン・ファイギによると、ブルーレイには、アイテム47というマーベルワンショット作品が入っているほか、未公開シーンが多数含まれているという。また、本作品は、マーベル・シネマティック・ユニバース、フェーズ・ワン、アベンジャーズ・アセンブルドと題された、マーベル・シネマティック・ユニバースの、フェーズ・ワン作品をすべて集めた10枚組セットにも、含まれる予定である。このセットは、ブルーレイと、 同時発売の予定であったが、ディスクを収納するスーツケースにまつわる訴訟が起きたため、2013年第1四半期まで発売が延期された。英国では、ジョス・ウェドンの音声解説が取り除かれたことと、フィル・コールソンが殺害されるシーンが劇場版から変更されたことに対して、一部のファンから批判が出た。 ディズニーの英国使者によると、ロキとコールソンが対峙するシーンをより暴力的な表現でないようにしたのは、暴力描写に関する規定は各国で異なり、英国版では別の地域で用いられたシーンを使用したからであるという。日本版においては吹き替え版に、いわゆる芸能人吹き替えを採用している。主要キャストに、竹中直人、宮迫博之。 ヨネクラ良子の3人が起用されたが、ブルーレイ DVD の予約が開始されると同時に、Amazon.co.jp のレビューには、話題性重視の安易な人選であると吹き替えに、起用された3人への批判や、彼らの起用を決めた関係者への不満が殺到した。これはそれまでのマーベルシネマティック、ユニバースシリーズ作品で彼らの役を担当していた、声優の手塚秀明、坂口周平、 サコマユミを降板させており、それら3人の声優による、新録、差し替え版が制作されず、劇場公開版の吹き替えのみが収録されたことも、影響している。しかし、ディズニーは吹き替え版の声優を続編などでも、基本的に続投させているため、現在に至るまで、マーベルシネマティックユニバース関連作品では媒体を、問わず一度起用された芸能人の出演が続いている。 また、本作発売後にディズニーは映像ソフトを自社独自のムービーネックスとして販売開始したため、本作の連価版は発売されなかったが、続編の公開に合わせる形で、ブルーレイ、DVD セットとほぼ同仕様でムービーネックスとして再発売された。ニールセンの調査によると、米国では発売第1週目でメディア全体の売り上げで第1位となり、 総売り上げの72%を占めたブルーレイも第一位となり DVD とブルーレイが同時発売された新作作品の新記録となった総売り上げの23%を占めたのはさらに高額なブルーレイ 3D 入りのセットであるオリコン週間 BD ランキングによると日本では発売第一週目で ブルーレイと DVD の二枚組セットが五点二万枚を売り上げ総合第一位となったほか、デジタルコピー付けの三枚組は三点六万枚で総合第五位、ブルーレイ 3D が入っている四枚組は総合第八位となり、全三セットが十位以内に入った。ホームメディア発売開始から十四週目には売り上げは二億二百四十万ドルとなり、総工業収入は十七億一。 415万7910ドルに達した。アベンジャーズは非評価から主に肯定的な評価を受けた。レビュー集約サイトのロッテントマトズでは158件で93%の支持を集め、平均点は8、10となった。シンデマスコーによる観客調査では A 表情となった。有力媒体のレビューから得た評価を数値化し、 過重平均値を出すメタクレティックでは43件のレビューで69、100を記録した。ブルース・バナーの演技が評価されたマーク・ラファロ。ハリウッドリポーターのトム・マッカーシーは肯定的な評価を与え、それは創造しく世界を守る物語は誰でも再三再始見たものであり、そしてキャラクターは半世紀以上にわたって500冊のコミックに登場している。しかし、 どんなによく知っていても結果としてできる料理がいつも絶品であるようにウェドンと彼の仲間はなんとかすべての個性と成分をかき回すことができたと書いた。ハフィントンポストのコラムニストのザキハさんはアベンジャーズはスーパーマン以来最高のスーパーヒーロー映画であると断言した。ロサンゼルスタイムズのケネストランはアベンジャーズの熱狂的なペースを称賛し、 シカゴサンタイムズのロジャー・イーバートはファンに希望するものを正しく提供しているとコメントした。一方でニューヨークタイムズの AO スコットは批判的で落胆させられると評した。キャストの中では特にブルースバナー役のマーク・ラファロの演技が高く評価された。ジョーのイマイラーはラファロの演技が他のキャストよりも優れているとした。ザ・ニューヨーカーのアンソニー・レーンはラファロの演技は ダウニーと並んで映画のハイライトであると評した。ザ・ビレッジボイスのカリーナ・ロングワースは、ラファロは、ハルク神話をうまくリフレッシュしている。そしてチームの華やかなメンツと対照的に、魅力的に内気なオタクで天才のバナーを演じていると、評した。トランは、同キャラクターを演じることにおいてラファロは、前任者を超えたと考えた。公開前の観客調査によると、 男性層の関心は非常に高く、女性層も強いことが示された。事前のオンラインチケットは完売し、北、アメリカでの公開3日間で1億2500万ドル以上を売り上げることが示唆された。さらに追加チケットにより1億5000万ドルを超え、アベンジャーズの初週末成績は2012年のハンガーゲーム、2008年のダークナイト、2011年の ハリーポッターと死の秘宝パート2に匹敵すると見られた。m o v i e t i c k e t s c o m によると公開前1週間における北米でのチケットプリセールスはキャプテンアメリカ、ザ・ファースト・アベンジャー、アイアンマン、アイアンマンにマイティ・ソーのそれを合計したものを上回った。アベンジャーズの興行収入は来た。アメリカで6億2336万ドル。 全世界で15億1956万ドルに達した。これは当時歴代作品でアバターとタイタニックに次ぐ3番目の記録であり2012年の映画では最高であった。世界での公開時成績は3億9250万ドルであり歴代3位の記録である。公開から12日目で制作費の2億2000万ドルを回収し19日目で 世界興業収入10億ドル超えの作品の一つとなった。2012年5月13日時点で北米外では約6億2890万ドルを売り上げている。これは歴代のスーパーヒーロー映画の興業収入では最高である。2012年4月25日水曜日に北米外住過国での興業が始まり1710万ドルを売り上げた。 4月26日と27日にはさらに29カ国で公開され、それまでの3日間の工業収入は7310万ドルに達した。4月29日日曜日までに39カ国での公開発週末工業収入は1億8510万ドルに達した。北米外では3週連続で週末工業収入1位となった。 ニュージーランドとマレーシアとアイスランドでは初日、フィリピンでは単日、シンガポールとタイでは初日と単日成績の新記録を築き上げた。オーストラリア、メキシコ、フィリピン、ベトナムでの初日成績は、ハリー・ポッターと死の秘宝パート2に次いで歴代2位となった。メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、エクアドル、ペルー、中央アメリカ、ボリビア、台湾、フィリピン、香港、 アラブ首長国連邦などでは初週末、工業収入の新記録を築き上げた。オーストラリアでの公開5日間で、史上2位の2020万ドルを売り上げた。イギリス、アイルランド、マルタでは公開初日に250万ポンド、初週末には、スーパーヒーロー映画史上最高となる1580万ポンドを売り上げた。北。 アメリカでは2012年5月4日の公開初日に8080 80万ドルを売り上げ、ハリー・ポッターと死の秘宝パート2に次いで歴代2位となる公開初日、短期記録を築いた。金曜の深夜上映ではスーパー映画史上最高となる1870万ドルを売り上げた。深夜上映抜きでは短期では歴代最高額を売り上げた。土曜日と日曜日では 史上最高記録となった。初週末3日間では、全体で2億704万ドル、アイマックス劇場で1530万ドルを売り上げて、ハリー・ポッターと死の秘宝パート2を抜いて、最高記録となった。他の新記録としては、拡大公開作品の1劇場あたりの平均興行収入、最速での1億ドル到達、1500万ドル、2億ドル、到達である。 公開初週末の客層は25歳以上とそれ未満で半々であり60%が男性55%がカップル24%がファミリー21%がティーンであった第2週目末の興行収入は約50%落とした1億320万ドルであったがこれはアバターを超えて歴代最高額である 2012年5月13日時点での北米の興行記録である映画と同時でコンピュータゲームの発売が計画されていたゲームは Xbox 360 PlayStation 3 Wii U Microsoft Windows 対応のファーストパーソンシューティングベルトスクロールアクションであり THQ が販売し THQ スタジオオーストラリアがコンソール版ブルータイエンターテイメントが pc 版を開発していた。thq が両スタジオを閉鎖した後、ゲームの企画は中止となった。アベンジャーズのゲームの権利はマーベルに戻った。2011年10月、プロデューサーのケビン・ファイギは、ニューヨークコミコンにて、アイアンマン3は、サーガの第二段階の最初で、アベンジャーズ2で完成すると述べた。2012年5月、ディズニー CEO のボブ・アイガーは、 続編の企画に入っていると発表した。ありがとうございます。